頼むよ。はい、行きます。はい。唯一無二の映像作家、ヨヨチューこと代々木正。ヤクザですね。著名人も絶賛、 AV ファンにとどまらない熱い支持を受けるヨヨチュー、波乱の人生。ものすごく当たったのに、本物のスケバン連れてきてるんですよ。映画ってのはね、1秒間に24個の速さに流れてるの、これ止められてどうのこうのって、その話にならないと。とにかく短期で VHS 買うと愛染教皇のビデオがついてくる。本心見せろ。衝撃的だったんじゃないですか。勝てないですよね。こっちが要求する以上にさらけ出してくれるじゃない。感動ですよね。回ってる映画が全部前だったよね。俺これやらせかと思ったもんなんで。どんどん力抜けていく。はい、どんどん力抜けていく。すごい、あるんだ。飯島愛が出てきて、日本の時代に男優としてお出てたわけですよ。1年目でも4億売っちゃいまして、はい、2年目8億16億って上がってくんですが、はい、俺は大して影響はないですね。心まで裸になれ、恋愛感情出そうよ。心を開いて向き合った時に相手もそれを感じ取ってくれて、お母さんのお腹の中に戻った。もう本当にもう善も悪もないっていうか、代々木監督が言うマグワイってこういうことなんじゃないかなっていうのが。愛を問い続ける魂のカメラ、ヨヨチュー、セックスと代々木正の世界。方々回ったけど、やっぱり代々木チューの作品が僕は合うと。